アルティメット人狼は各分野で活動する人物が集いパーティーゲーム人狼をプレイするイベント及びインターネットテレビ番組のシリーズである。ニコニコ生放送で配信される。石井次郎と人狼ゲーム人狼ゲームは2000年代前半に日本に伝わるとカードを利用したアナログゲームやインターネット掲示板を用いたチャットゲームとして一部の愛好者にプレイされていった。 2010年代に入るとスマートフォン用アプリやインターネット番組、テレビ番組の影響でより一層普及していった人道ブームの到来である。ゲームクリエイターの石井二郎は2004年に人道ゲームを知り一時チューンソフト社の同僚と盛んにプレイしたが社内でのブームが過ぎるとプレイの頻度は減った。その後アドリブ舞台劇である 人狼ザライブプレイングシアターの存在を聞き興味を持った石井は2013年2月に公園のレーサン・ビレッジ愛ゆき深い村を観覧したことでザライブプレイングシアターが掲げる見せる人狼に感銘を受けた石井は自らもその見せる人狼を表現しようと2013年3月14日に第一回ゲームクリエイター人狼会を主催したゲームクリエイター人狼会には ゲームクリエイターのみならず、ドイツゲームスペース渋谷の小玉健や、人狼ザライブプレイングシアタープロデューサーの桜場美奈、人狼ザライブプレイングシアターの一部のキャストも関わった。マドックとの対決を経て2013年10月10日に、石格闘技人狼が、ドイツゲームスペース渋谷主催で開催された。プレイヤーとして、石井次郎、小玉健らが参加し、 新しい観覧参加型人狼イベントと称した。そして、ゲームクリエイター人狼開発開催からおよそ1年後の2014年4月19日、ニコニコ生放送で、電王戦の関連企画であった、衝撃士の人狼シリーズ第5弾として、衝撃士 VS ゲームクリエイターが配信された。この番組では、人狼ザライブプレイングシアターより、松崎文也が、 ザライブプレイングシアターでの役名を借りて、医師、マドックとしてゲスト参戦し、石井とマドックとの対戦が初めて放送されることとなった。最終戦、マドックはプレイヤーたちのみならず視聴者の多くを騙して、勝利を収め、石井を任した。石井はさらなる勝負を求め、そしてマドックはこの挑戦に応じた。これに、プレイヤーとして参加していたマカタチ・タカユキが検討を、 述べる形で、アルティメット人狼の構想が初めて公に表面化したのである。イベントの意義2014年8月24日の初、開催時は、ゲームクリエイター人狼界 vs 人狼、ザライブプレイングシアターと題されていたが、後に、衝撃誌、評論家、ジャン氏なども参加するようになり、他の業界との団体戦もしたいという石井の思いが、結実してきた。 イベントは、先日した2013年開催の、異種格闘技人狼の系統であることから、人狼ゲームの異種格闘技戦と紹介されることがあった。その後、初開催からおよそ2年後となる2016年9月1日、ニコニコチャンネルで、アルティメット人狼チャンネルが開設され、公式ページにて、見せる人狼ゲームの最高峰を目指すと、紹介されるようになった。イベントでは、 人道ザライブプレイングシアターに出演している役者はザライブプレイングシアターで用いる舞台衣装をまとってゲームに参加している。また、役者によってはザライブプレイングシアター本公演と同じ役としての演技を披露している。例えば、医師マドックとして白衣の姿で出演している松崎文也の場合、ゲーム中の口調は医師マドックとしてのそれである。ゲーム間のインターバル。 また、ゲーム中における夜のターンにおけるトークも合わさって、イベントは、ザ・ライブ・プレイング・シアターや、ゲームクリエイターをはじめとした、出演人による、作品、公演、対イベント等の宣伝の場としても機能していると言える。2016年1月17日に開催された、アルティメット・人狼語後では、ニコ生総視聴者数が20万人を超えている。イベントの内部構成自己紹介の後、 プレイヤーは観客と向かい合うように横に並んで座りゲームを行う。ゲームマスターの役割はイベントスタッフが務めるが人道ゲームのルールの特性上、プレイヤー以外のイベントスタッフは昼のターンの議論中には一切発言しない。議論の進行役はプレイヤーのいずれかが務める。人狼の襲撃先の決定など、ルール上秘密裏に行われなければならない夜のターンの処理は 一旦プレイヤーが退席している間に舞台裏で行われる。この間は幽霊タイムと呼ばれ、舞台上ではすでに脱落したプレイヤーたちがゲーム展開やその他の話題についてのフリートークを行う。多くの場合、一度のイベントで複数回のゲームが行われる。初回のアルティメット人狼ではプレイヤーを入れ替えることなく役職のみを変更する形で参戦、2では2戦が開かれた。 1> 第1部と第2部の位置づけ、3位後のナンバリングタイトルでは、それぞれ、第1部に2戦、第2部に2戦を行う、計4戦の構成となっている。第1部と第2部では、プレイヤーの構成が異なり、第2部は、衝撃士 VS ゲームクリエイターの流れを組んだ、人狼ザライブプレイングシアター、衝撃士、ゲームクリエイターの3団体による戦いが基盤となっている。 対して、第1部では、より多彩なジャンルからプレイヤーが参加している。ニコニコ生放送では、3位後、第2部、第2戦のみ、プレミアム会員限定で、視聴可能となっている。東海に2016では一戦のみが開かれた。昼の部、夜の部へ、名称変更、アルティメット人狼8では、それまでの、第1部、第2部の区分が、それぞれ、昼の部、 夜の部の名称に変更。これに伴い、第2部に見られた、人狼ザライブプレイングシアター、衝撃士、ゲームクリエイターの3団体を基盤とした出演者構成が廃止となった。シリーズを通し、ゲームのルール、およびゲーム進行の形式は、人狼ザライブプレイングシアターの劇中で使用されるものを基調としている。投票には、バラの増加が使用される。 テーブル上の本数によって未投票者の人数が、また、所持している本数によって、得票数が分かる仕組みとなっている。4、5、6の第1部では、バラの代わりに、スライム棒が使用され、スライムの色によって、得票の順番が分かる仕組みとなっていた。7では、第1部、第2部ともに、投票の前半が赤いバラ、後半が白いバラのルールだった。1、2、 3の一戦目に限り、幽霊タイムに、処刑と襲撃によって退場したプレイヤーの役職を客席に公開していた。4以降は、退場したプレイヤーの役職を公開しない、人道ザライブプレイングシアターにおける、フルクローズの方法を採用している。各陣営、各役職のイメージカラーは、人道ザライブプレイングシアター公式サイトプレイログにおける表記に準拠している。 それぞれのゲーム結果を示す表においては、プレイヤーの役職と生死を客席から見た席順に記載している。中央に座る議論の進行役にはと記している。生死については、処刑による死亡を釣り、襲撃による死亡を、こうと記している。2014年8月24日、東京カルチャーカルチャーにて、アルティメットウェアウルフフェデレーション、アルティメット人道ゲームクリエイター、 人道会 VS 人狼、ザライブプレイングシアターのタイトルで開催された。ゲームクリエイター人狼会からは、ゲームクリエイター人狼主催の石井二郎、衝撃史 VS ゲームクリエイターに参戦していた、富山圭一郎、大野里小高和武のほか新たに藤沢一森本しげが出場した。人狼ザライブプレイングシアターからは、 衝撃士 VS ゲームクリエイターにゲスト参戦した医師、マドックのほか、歌詞職人レイジー、修道女エスター、未亡人キャシー、踊り娘ドリス、賢者コーダ、局長サミーが出場した。サミーは、自由人、メイソンの代役としての出演だった。また、団長団間がゲームの解説役を務めた。公演の司会進行は主催のマカタチ・タカユキが務めた。ナレーションは、 桜場美奈が、七条七として務めた。他、人道ゲーム牢獄の悪夢、ファイナルトレジャー、人道ルーム、マージャンスリアロチャンネルが協力。ゲームマスターは、安倍光喜と、長谷川隆弘が務めた。前売りチケットは3分で完売した。2戦の予定として告知されていたが、2戦目終了後、アンコールの形で3戦目が上演された。第一戦初日の議論終盤。 マドック、オーノが予言者 CO をし、マドックはコーダを、オーノは石井を人間であると宣言。二日目になると、マドックが襲撃死していた一方、生存していたオーノは、初日のコーダの誘導に従い、コーダを占ったと述べ、人間の判定を出した。これにより、人間として確定したコーダは霊媒師 CO。信用 L と同じ霊媒師を CO していたサミーを処刑することに、 成功した。三日目の議論では、襲撃されない王野に対する、なぜまだ生きているのかという疑問や、会議に加わらない富山に対する、狼として潜伏しているのではないかという意見が出た、ものの、結果的に人道と疑われ処刑されたのは、初日に王野が人間判定を出していた、石井だった。そうして四日目、 仲間を一人として失わなかった人道陣営はパワープレイを起こしたのだった。シリーズ最初のゲームは人道ザライブプレイングシアターゲーム指導の子玉が3人のゲームクリエイターの人道を巧みに補佐しザライブプレイングシアターは全滅してしまうという展開だった。第2戦初日に唯一予言者 CEO をしていた富山は最後の投票権を持つと決戦投票に持ち込むことなく お高に止めを刺した。この時お高は、能力者 CEO をし、これは、後日の議論まで尾を,を引いた。二日目になると、富山は殺されていたが、代わってキャシーが、予言者 c o また、デイジーとエスターが霊媒師 c o この日には、人道のエスターを、さらに三日目には、潜伏していた人道の藤沢を処刑できたものの、能力者がまだ生きているのは、 おかしいとして、4日目には霊媒師デージーが、5日目には予言者キャシーが処刑された。本物の予言者キャシーは誰に対しても人狼の判定を出していなかったが、石井とマドックを人間と占っていたことから、3人生存の6日目、キャシーの視点では生き残っている森本がラストウルフと確定していた。しかし、マドックと石井はキャシーへの不信に加え、 ライバル対決の再現となる、この最終日を作り上げた相手こそが人狼であるという判断から互いに票を入れ合ったことで、二人を争わせた人狼の森本が一人勝ちを果たした。第三戦初日、順に、狂人のドリス、人狼の藤沢、預言者の石井が預言者 CO。藤沢が処刑された。二日目、人狼の王の霊媒師の尾高が霊媒師 CO をする中、 処刑されたのは石井だった。三日目、ドリスが前夜の襲撃によって死んでいたことや、前日に霊媒師の小高が投票した相手が、対抗の大野ではなく、また、大野に人間と判定を出しているドリスでもなく、石井だったことが、小高への疑いを形作り、石井小高のラインではなく、ドリス大野のラインが本物として見られ、小高が処刑された。しかし四日目になると、 尾高がなぜ仲間である石井に投票したのかという疑問が人間たちを迷わせ安全策としてローラーが実行され大野が処刑された。富山、デイジー、エスターが残った最終日連日議論に参加せず酒を飲み続けてきた富山はデイジーの問いかけに対し面白がって人狼 c o をしたことで最後の処刑者に生き残った人狼エスターが勝利した。 2014年12月19日、東京カルチャーカルチャーにて開催された。オープニングムービーにおける、キャッチコピーは、勝るのは、クリエイターの創造力か役者の演技力か勝負師の、理論が目指すは、究極の見せる人狼。人狼ザライブプレイングシアターから初回に引き続き参戦したのは、医師、マドック、歌詞職人レイジー、賢者コーダ。自由人メイソンは、 前回参加が予定されながらも、急遽不参加となっていたため、今回が初出場となった。また、人狼ザライブプレイングシアタールーキーとして、12月12日に、初めて出演したばかりだった女主人ヒルダが初、出場した。ゲームクリエイター人狼会からは、森本茂げ石井二郎、大野里氏が引き続き参加したほか、衝撃士 VS ゲームクリエイターに出場していた。 安西隆が初出場した。他、人狼ゲーム牢獄の悪夢の開発者である鈴木則久、衝撃師の門倉慶太、プロレスラーの男色 D の、そして、アルティメット人狼主催である真カ隆行が初参戦した。司会進行は桜庭美奈が七条七として担当した。他、イベントの進行の補助、ザ・ライブ・プレイング・シアターから団長、団間、 ヨステニン、デビット、キッショナタリー、ハタオリリネットが担った。協力は、前回に引き続き、人道ザライブプレイングシアター、人道ゲーム牢獄の悪夢、ファイナルトレジャー、人道ルーム、マージャンスリアロチャンネル。第一戦初日、予言者のクラに注目が集まり、処刑の候補者として挙げられてしまう。人道のが、予言者 CO をした後に、続けて、 カドクラも預言者 CO をするが、カドクラはなかなか信用を得られない。さらにこの日の投票では、最後の投票権を持ったコーダが、本物の霊媒師であるオーノを殺してしまう。二日目、狂人の石井が霊媒師 CO をすると、マドック、コーダの両人間は、前日遺言で CO をしたオーノは、霊媒語りの人道であると強く主張する。一方カドクラについては、緊張している。 声が震えている、占い結果を提示するときの腕が奇妙な動きをした、霊媒師 CO を死体仕様人間と占ったといった要素から、人々は角倉を強人であるとみなす。本物の能力者二人が、偽物として扱われる危機的状況の中、この日はさらに、カルードである森本を処刑してしまう。三日目。 予言語りの安西はディノを人道と判定を出すと、後出しでディノを人間と宣言した、ク倉の占い結果は人々に通じず、結局デーノは処刑された。4日目、石井や安西が襲撃されていないことにマドックとコーダは混乱するが、議論終了間際、メイソンの人道 CEO をきっかけに、人道陣営4人が攻め出した。哀れなク倉は、 ミスリードした二人の人間からも投票され最後の犠牲となったのだった。第二戦二日目、預言者語りの狂人、王野から人間の判定を出された人狼コーダは、すかさず霊媒師 CO。しかし本物の預言者石井は、コーダは人狼であると反対の占い結果を宣言。霊媒師 CO をしたマドックも信用され、コーダの処刑が決定。そして三日目、マドックは、 コーダーの霊媒結果を人道と見たことから、石井を完全に信用すると述べ、石井マドックのコンビが出来上がった。しかも石井は、安西、鈴木と潜んでいた人狼を順調に見つけ出した。2015年5月6日、東京カルチャーカルチャーにて開催された。この回から、ファミツー .com が冠スポンサーとなっている。また、この回から、第1部と第2部に2戦ずつ、 経営4戦の構成となった。ニコニコ生放送では、最初の3戦が、無料視聴可能、第2部、第2戦のみ、プレミアム会員限定で、視聴可能となった。主催のマカタチ・タカユキはゲームには出場せず、イベントの司会進行役に復帰した。ナレーションは前回までと同じく、桜場美奈が、七条七として務めた。またこの回から、人狼を、 ザライブプレイングシアターの薬屋アリスンが罰ゲーム担当として昼のターンの処刑者に飲料を渡す役を担った。協力はファミ通ドットコム小玉県人道ザライブプレイングシアター人道ザライブプレイングシアター代表桜葉美奈。スポンサーはファミ通ドットコム人道ゲーム牢獄の悪夢ファイナルトレジャーマージャンスリアロチャンネル。音響は相川幸恵。 1> 第1部が一戦、第1部はレジェンド降臨レジェンドアドベントと題された。勝間和代、堀江貴文、堀井雄二の著名人3人が新たに参戦し、アルティメット人狼はさらに人狼ゲームの大きな展開の様相を見せた。人狼ザライブプレイングシアターからは石間ドックが2に引き続き出場。踊り娘ドリスト、未亡人キャシーは初回以来の出場。 団長団幹は、初回では、ゲームの解説役、2では、イベント進行の補助役だったが、今回初めて、プレイヤーとして出場。また、奏者のエルも初出場となった。ゲームクリエイター人狼会からは、小高和武が、初回以来の出場を果たしたほか、2に引き続き、森本茂げ安西隆、志、大野里石井二郎が出場した。初日、 予言者 CO をしたキャシーとマドックの二人は、村の投票対象にできない人物であるとする、堀井を共に占うことに合意。しかし二日目、キャシーが堀井を人道と判定を出したのに対し、マドックが人道と判定を出したのはキャシーだった。処刑は堀井に。三日目、前日に霊媒師 CO をしていた霊媒師の小高と人道の堀への両霊媒師が、堀井は人道だったと宣言し、 マドックを偽物としたことや、マドックが予言者 CEO の撤回、さらに、カリュード CEO をしたことから、マドックの味方をする者はいなくなり、マドックが処刑された。その後、4日目に、オダカを処刑、5日目に、ホリエを処刑と、霊媒師ローラーを遂げる。3人生存の6日目の最後には、森本と、オーノは、最後の人狼であるカツマを処刑。2人のゲームクリエイターは、 人間勝利を喜んだ。第1部、第2戦初日、順に、狂人の勝馬が、予言者 c o 人道の安在が、予言者 c o 予言者の大高が、予言者 c o 人道の堀江が霊媒師 c o 霊媒師のダンカンが霊媒師 c o をする、ご c o の状態となった。この日は、堀江を、さらに2日目には安在を処刑できた。3日目に勝馬を処刑した後、 4日目の朝になると、ダ高が襲撃されていたことから、ダ高、段官の組み合わせを、人々は完全に信用した。ノエルが一貫して、石を強く疑う中、5日目の処刑者がホリーに決定し、村から人道が消え去ったのだった。第二部第一戦、第二部は、騎士の逆襲リベンジオブ諸ギプレイヤーズと題された。衝撃士からは、 アルティメット人狼2に引き続き門倉慶太が出場したほか、中大佐を村中修士、伊藤慎吾が初参戦となった。人狼ザライブプレイングシアターからは、第一部に引き続き、医師、マドック、団長団冠が出場、また、アルティメット人狼2に引き続き、ガシ職人レイジー、自由人メイソンが出場、そして修道女エスターが初回以来の出場となった。 ゲームクリエイター人道会からは、第一部に引き続き、王の里氏、森本茂樹、安西隆石井二郎が出場した。初日、人道のメイソンは、最後の投票権を握ると、CEO をしていなかった霊媒師のダンカンを殺した。この日の夜、予言者のエスターは、メイソンの正体を見破っていたが、二日目、エスターが予言結果を述べると、 メイソンは反撃のカリュード CEO。エスターが疑われ、メイソン、また、予言者を語る狂人の安罪、さらに霊媒師を語る人道の意図が信じられつつある。危険な状況だったが、石井の働きかけにより、人間確定していたカリュードの村中が、カリュード CEO で対抗。メイソンは、自身が人道だと開き直り死んでいった。三日目、村中が襲撃の犠牲となっていたものの、 生き残っていたエスターは伊藤を人狼と占えていたため、二日連続で人狼を処刑できた。エスターが襲撃された四日目、狂人使用をした安罪を処刑するが、最後の人狼が特定できないまま勝負は六日目までもつれ込んだ。人間のマドック、人狼の中田が門倉に最後の選択を託すと、門倉はマドックを信じ、中田に止めを刺した。評価ファミでは、 ニコニコ生放送でも深海と称され絶賛されたこの回は特に見てほしい熱戦と評された。第2部、第2戦2日目霊媒師 CO をしたのは本物の安在、続いて人狼の村中。前日に処刑された伊藤をそれぞれ人狼を人間と述べた。予言者 CO をしたのは人狼のメイソン、人間のマドック。しかしどちらも CO を撤回したことで、前日に CO をしていた予言者デイジーが信頼され、そうになった。これを危機と見た人道の中田が4番目となる予言者 CO。さらにこの後、安在が霊媒結果を撤回、信頼等は人間と宣言した。相次ぐ CO と撤回による混沌に人々は動揺するが安在が偽物であれば、 霊媒結果を変える必要がないという理由から処刑者は村中に、その判断の正しさを証明するように、3日目の朝、安罪は襲われていた。この日処刑されたのは、グレーから投票すべきと意見しつつ、片方から白を得ているマドックに投票した潜伏狂人の森本。さらに、4日目には中田、5日目にはメイソンと人道を順に処刑。人間たちは、 中田を支持する大野が最後の人道と思い込んでいたため突然の勝利だった。2015年9月13日東京カルチャーカルチャーにて開催された。正式タイトルはアルティメット人道4サポーテッドバイハミツートコム。司会進行は三に引き続き真形隆行が務め、加えて人道ザ・ライブ・プレイング・シアターから葬儀やソウルが抜擢された。ナレーションは 桜場美奈が、七条七として、罰ゲームはクスリア、薬屋アリスンが担当した。第一部第一戦、ドラゴンクエスト勢として、三に引き続き堀井ー二が出場したほか、青海涼太、斉藤洋介が初出場した。人狼ザライブプレイングシアターからは、三に引き続き、踊り娘ドリス、団長、団官、修道女エスターが出場し、また、 賞金稼ぎスパイクが初出場した。小玉県は2位以来の堀江貴文と勝間和代は3に引き続いての出場となった。他初出場者はアルティメット人狼のテーマ作編曲の坂本英雄、映画評論家の有村昆、イラストレーターの岩本達夫。初日、予言者の斉藤と狂人の勝間が予言者 CEO、霊媒師の岩本が霊媒師 CEO。 議論終了間際にピアニカを演奏した人狼の坂本が人々から批判され票が集まったが人狼仲間スパイクのカバイから有村との決戦投票に移り有村が処刑となるこの時有村は遺言で下ウド CO をしてしまった二日目襲撃により殺されていたのは勝馬だった人狼のエスターが霊媒 CO をすると本物である岩本の方に票が集中し 処刑者は岩本を2。3日目、その岩本は人間であったと、霊媒語りのエスターが宣言したことから、予言者仕様側に人狼が含まれるとの推理が、議論で勢いづく。そのため本物の予言者斎藤が、信用されないまま、かつ人狼を発見できないまま処刑された。絶対絶命の4日目、会議の論点は生き残っているエスターの扱いだった。小玉、堀井。 青海三人の人間はエスターに投票するが、スパイク、エスター、坂本の三人狼は、エスターを責めていた堀井に投票する。最後の投票権を堀江が持つと、長候の末、人間の堀井に投じてしまった。第一部、第二戦二日目、霊媒師の勝間、人狼の青海が、順に霊媒師使用をするが、予言者堀井は、前日の占いで青海を人狼と見ていた。 狂人の斎藤も予言者を語るが、より人々から信じられたのは、堀井の方だった。処刑者は青海に。3日目の朝、クッジョブが起きていたため襲撃された人物はなく、さらに堀井は、危機として、潜んでいた人道の堀江を見つけることができたと宣言。人間たちは2日続けて、人道を処刑できた。4日目になると、村は、襲撃により、 人道を二人発見した、にこやかな預言者を失っていた。この日は対抗の斎藤を処刑することを決定。五日目、二度目となる護衛成功のために、朝を七人で迎えていた。最後の人道探しは難航し、この日に決着はつかず、六日目にようやく、現実プレイヤーの似顔絵を黙々と描き続けていた、小玉曰く、お絵描き人道の岩本を処刑できたのだった。第二部第院線 小玉県が第一部に引き続き出場。人狼ザライブプレイングシアターからは、医師、マドック、未亡人、キャシー、自由人、メイソン、歌手職人レイジーが3に引き続き出場。衝撃師からは、門倉慶太、中大佐を、村中修氏が3に引き続き出場したほか、衝撃師 VS ゲームクリエイターに出演していた、女流騎士の香川愛生が初出場。 ゲームクリエイター人狼会からは、3と同じく、王の里氏、安西隆森本茂げ石井二郎が出場した。初日の決戦投票で、安西が予言者 CEO、中田は人間判定を受けた。夜が明けると、その安静に疑いが向く。前日の最終弁明時に、中田が人間という事実を素早く口にしなかったことや、中田を人間と知っていながら、 中田を占いたいと発言していたことが、村人たちに作戦として理解してもらえない。対抗 CO が出ない、もどかしさの中、小玉による予言者 CO、撤回を経て、大野が予言者 CO、さらに石井も予言者 CO。一気に、場が動き、処刑されたのは大野だった。3日目、2日連続で襲われた、霊媒師の村中が死んでいた一方で、安西は小玉を、 石井はマドックを人狼と宣言。安政への疑念は払拭されず、安罪は処刑された。二人から人間と占われていたデイジーに対する護衛を成功して迎えた四日目、処刑されたのは預言者を名乗る石井ではなく、石井から前日人狼と言われた、ワメキサワグマドックだった。五日目、カドクラは石井を援護したい心情から、カリュード信するが、石井への疑いは、 村で再燃、予言者ローラーは1日挟んで完遂された。そして5人生存の6日目、石井が新予言者でない限り2人の人狼が生存中という危険な状況下で決戦投票に上がったのは安政から人狼判定を出されていた小玉ではなく、キャシーとメイソンだった。翌日、最後まで生かされた中田は自身が人間と信じていた香川 処刑すべきと思いながら手をつけられなかった小玉、正体を表した二人の人狼を前に、悔しさで意気消沈するのだった。第二部、第二戦、初日、四人の決戦投票を行うという取り決めに、誰もが従うが、十二番目の投票者メイソンは、約束を守らず、石井に四票目を投じた。メイソンへの追及が進みそうになる二日目、森本が予言者 c o 小玉が人道と占い結果を述べると、中田も対抗で予言者 CEO。処刑対象は、小玉ではという意見が強まり、デイジーは霊媒結果を確実に出すことを求めて CEO した。ここで、小玉が、あがきのカリウド CEO をすると、メイソンも対抗で、カリウド CEO。しかしメイソンは投票中に、強靭 CEO の暴走。小玉処刑後の3日目、デイジーが襲撃され、 かつメイソンが生き残る苦しい朝が訪れた。メイソンに疑いの目が向くが、メイソンは前日の狂人 CEO は襲撃回避のため、デイジーの護衛失敗は初日に護衛していたためと弁解し、森本もメイソンをかばったことで、この日の処刑は中田が人道と判定した安罪に。そして四日目、なお生きているメイソンはカルードと言い張り嘆くが、とうとう処刑された。 迷える五日目、一貫して、メイソンを信じ熱弁する森本だったが、中田、門倉のみならず、自らが人間と占っていたマドックと大野からも、票を投じられ処刑される。そして決着の朝、語りの中田とひそみの門倉、二人の人道がマドックと対面。中田がマドックから門倉を奪い返す衝撃のエンディングに、皮肉にも、騎士の逆襲は遅れて果たされるのだった。 初日の夜に殺害されていたカリュードを、狂人メイソンが乗っ取っていた事実は、最後まで暴かれなかった。2016年1月17日に開催された。会場はこれまでの東京カルチャーカルチャーから、新宿フェイスへと移り、過去最多の観客を収容することとなった。司会進行は主催の真形、高雪のほか、人狼ザライブプレイングシアターより、踊り娘ドリス。 船乗りルーサーが務めた。罰ゲームは、3、4に引き続き薬アーリスンが担当した。ナレーションはこれまでと同じく、桜場みなが務めたほか、ヨステニン・デビットも加わった。ほか、音楽、坂本英嬢、音響、相川幸恵、音響操作、吉村受信、牛尾真由子、ゲームマスター、渡辺真也、安倍光希、制作、五条、舞子、舞台監督、 吉川ひっ第一部が一線人狼、ザライブプレイングシアターからは、局長サミーが初回以来、奏者のエルが3位以来、暇人キンバリーが初めての出場。女流ジャン氏からは、勝間和代が4に引き続き、大崎初音が人狼ザライブプレイングシアター女主人、ヒルダとして出場した2位以来、樋口清香が初めての出場。 ドラクエ軍として、4に引き続き、ホリーユージ、安西隆史が出場。モンスト軍として、マックス村井、刺身、リエックスがそれぞれ初出場。歌広場厚氏は、初出場。石井二郎は、4に引き続き出場。初日、キンバリーと安西が予言者 CO。夜、キンバリーから人間判定を受けていたり、エックスが襲撃され、2日目、 ノエルと大崎が霊媒師 CEO。サミーが村人たちに信じている霊媒師はどちらかと問うと、ノエルの味方が皆無であることが明らかに。この状況から村人たちはノエルは人道ではないと推理し、この日の処刑は預言者と名乗りながら発言に意欲的でない安静に決まった。夜の犠牲者なしで迎えた3日目。 霊媒師を殺すべきだと議論がまとまり、前日から怪しまれていたノエルを処刑。ノエルは、狂人の大崎を放置するよう遺言を残した。夜に、キンバリーが襲われ、4日目、大崎は、ノエルの霊媒結果を人狼と宣言。村人たちは、大崎は最悪狂人なので処刑は、不必要と合意。樋口が疑われるが、狩人 COO で潔白を証明すると、代わりに、 大崎を敵視してきたサミーが処刑された。5日目、大崎の霊媒結果ではサミーは人道で、大崎視点では残りの人道は一人。この日に決着はつかず、4人生存で6日目を迎える。勝間と村井は互いに疑いつつも、両者は大崎に対する不信を伝えた。預言者2人から人間と占われていた石井は、大崎は除外すべきだと主張。 結果最終処刑者は村井に、そして翌朝、勝馬は襲撃死していた。実は、大崎は初日の夜に殺されたり、X の正体、霊媒師を乗っ取っていた最後の人狼だったのだ。サイコパス第5ステージの経験から、人狼の大崎が人狼仲間であるノエルの霊媒師語りに被せる形で、自ら霊媒師を語り、人狼二人による、 霊媒しのっとりを実行した背景には、イベントのおよそ4ヶ月前、2015年9月26日の公演での経験があった。人狼、TLPTX、サイコパスサイコパス第5ステージである。初日、人狼のちくさしの忍が、予言者は自分を占うようにと発言。すると2日目には3人が、予言者 CEO をし、ちぐさに対する占い結果を述べた。 狂人の廃音中期は人狼本物の予言者の奇想通バキめは人狼そして人狼の宗主里清は人間と宣言。投票対象はチグサと奇想の二択となり、一票差でチグサが隔離される。三日目が始まった途端、三人目の人狼、深影泉は霊媒師しよう、チグサは人間だったと宣言。対抗で本物の霊媒師である、 知らぬ日安氏も CEO、ちぐさは人狼だったと宣言。本物の予言者、霊媒師の視点からは、三日目にして、すべての人狼が権限する事態となる中、この日隔離されたのは、狂人の廃音だった。翌日、霊媒語りの深影は、廃音を人間と宣言。そして予言語りの掃除は、雪の宮ただを潜んでいた人狼と宣言。構想知らぬ日雪宮 VS。 宗樹から深影千草の構図が明白になり、ライン戦は涙が流れ土星が飛び激しさを増した。結局、宗樹、深影、千草を圧倒的に信頼する早見明奈の心向きを人間陣営は覆せず、4日目に起草を、5日目に知らぬいが隔離され、人狼陣営が勝利した。大敵の奇策によって敗北した苦い経験から得た、 大崎の向上心と、それを助けるザ・ライブ・プレイング・シアターのチームワークが、アルティメット人狼の舞台で再び仲間となったサミー、ノエル、大崎に、人々を驚かせるゲームを想像させたのだった。第一部、第二戦二日目、予言者 c o は、勝間とノエル、霊媒 c o は、樋口トリエックス。処刑されたのは、勝間が人狼判定を出していた刺身だった。三日目、 襲撃された者がいない中、刺身に対する霊媒結果は、樋口は人間、リエックスは人狼と判定が割れた。村人たちは勝馬を信予言者と考えながらも、安全策を取ることを決断。この日は、疑わしい方の霊媒師であるリエックスを、4日目には生き残っている霊媒師である樋口を処刑し、霊媒師ローラーを果たした。5日目、 またしても襲撃による死人なしで7人で朝を迎えると、勝馬は、大崎を、ノエルは、歌広場を人道であると宣言。すると、歌広場は、勝負を決定づけるカリュード CEO。会場を沸かせた。第2部第1戦主催の小玉健が、4に引き続き議長席のプレイヤーとして出場。人道ザライブプレイングシアターからは、4第2部に引き続き、医師、マドック、 歌詞職人レイジー、自由人メイソンが出場。四代一部に出場していた団長団幹は、今回は、第二部への参戦となった。衝撃師からは、四代二部に引き続き、中大佐を、村中修士、香川愛生また伊藤慎吾が、3位以来の出場となった。ゲームクリエイターからは、シリーズ解禁となる森、森本茂樹、大野里氏に加え、藤沢一志が、 初回以来の出場となった。また、ゲームクリエイター人狼会に参加しているケツが初出場となった。初日の決戦投票時の弁明で、ダンカンと中田が予言者 CO。能力なしと CO をした藤沢が処刑された。翌日、その藤沢は人狼だったと香川が霊媒師 CO。時間が経っても、対抗の霊媒師が出現しないことから香川は一旦、 信用されるが、その流れを断ち切ろうと小玉が霊媒師 CO。藤沢は人間だったとかがわを否定する。そして、段ン,ンがすでに、香川と小玉の二人に人間の判定を出していたため、段ン,ンの視点では対抗の中田が人道と決定した。すると、さらに、二人目が出るのを待っていたトマドックが三人目の霊媒師 CO。段ン,ンとマドックの表面上のつながりが途切れ。 マドックは最も遠くに立つ中田へと歩み寄る。ご c o の状況となり、全人狼が露出したとする香川の視点が疑われ、処刑者は香川に。襲撃を不正で迎えた3日目、小玉はマドックが人狼仲間のダンカンと敵対するのを分かって c o をするわけがないという推理から、自身の味方の予見者はダンカンだと判断。ダンカン小玉 VS。 中田マドックのライン戦になった。それぞれが推理を述べ、処刑されたのは小玉だった。8人での4日目、デイジー、森本、大野は最後の霊媒師、マドックの処刑を求めるが、中田、メイソン、ケツはマドックを完全に信じ、ダンカンの処刑を主張。決戦投票でも票は動かず、この日は処刑者なしに。そして5日目、襲撃死していたのは中田だった。 これで予言語りのダンカンが破綻し、開き直って霊媒師 CO。ここでデイジーはカリュード CO をし、中田に占われていない最後の人物、メイソンが人道だと追い詰めるが、すかさずメイソンも対抗カリュード CO。さらにダンカンもカリュード CO。人間勝利が目前に見える死艦した雰囲気の中、マドックは議論を仕切ると、この日はダンカンを処刑。 カリュードの真偽の問題を持ち越し、マドック、森本、大野を含む5人で6日目に移る。森本だけが、なぜ人道は中田を襲い自ら積んだのか、もしや、マドックこそが人道なのではと違和感を覚えるが、その声は、マッカリ人は誰かという問いに書き消される。森本はメイソンに投票する一方、マドックは本物の霊媒師の自分を殺そうとしたデイジーが、 最後の人道だと主張し、大野もそれに乗じたことで、処刑者はデイジーに。すると、翌朝、決着の時を告げる鐘が鳴り響いた。人間の勝利、そう装って現れたマドックは、デイジーの正体が、本物のカリドであること、さらに、自身とメイソン、5日目に処刑されたダンカンが、人道である真実を告げた。能力者同士の絆はねじ曲げられていたのだ。 ニコ生のやつ等にも伝えておく。これが人道ザライブプレイングシアターだ。マドックは高らかに宣言した。評価と内情おはドッ c o m では、これぞ人道という大丼恋愛し、待っていたのは驚愕の結末。会場では大きな悲鳴と拍手が上がっていたと評された。2016年4月28日放送のセブンスキャッスル CH。 人狼ザライブプレイングシアターアンコール石井ユタカ松崎文也百ステカーニバルと同年5月13日放送のマドックとメイソンが責任を持って進める番組略して豆番1においてマドック役の松崎は人狼の大崎が霊媒語りを被せた第一部第一戦が好ゲームだったことが重圧であったと回想し普通に勝っちゃダメっていう状態だった胸を述べた また、この、人道ザライブプレイングシアターアンコール石井、ユタカ松崎文也百ステカーニバルにおいて、メイソン役の石井は、マドックが霊媒師として名乗り出たのを見て、自身は、以後マドックを強く支持し続けようと決意したという旨を、述べた。また、同年5月26日放送の、人道ザライブプレイングシアターアンコール池永、エースケ 寺島エリカ百ステカーニバルにおいて、ダンカン役の池永は、自身とマドックが対立してしまった以上どちらかが、必ず処刑されなければならなくなったことを考慮し、マドックとの対立直後の夜のターン、自身が、すぐさま破綻しようと中田を襲撃する意向をマドックとメイソンに伝えたが、差し止められたという胸を述べた。なお、マドック、ダンカン、メイソンの三人が人狼仲間となるのは、 人狼ザライブプレイングシアターの公演でも稽古でも起きていなかった初の出来事だった。ちなみに、人狼ザライブプレイングシアターの舞台本番で、マドック、ダンカン、メイソンが人狼仲間になったのは、人狼ザライブプレイングシアター新選組副業の狼後22日の8章と飛んであった。そして、人狼全員生存で幕を下ろしたこの公演の、 MVP を獲得したのは、石間読役の松崎文也演じる山並圭介だった。伊藤木根太郎役を演じた池永英介は、この公演を役職確認では、いつぞやを思い出す顔ぶれでニヤニヤ、と振り返った。第2部、第2戦2日目、前日に予言者仕様をしていた大野は、ダンカ官ンが人狼だったと占い結果を宣言。 そのダンカンも対抗で預言者 CEO、またメイソンも預言者 CEO で、だ玉に人道判定を出し、預言者 3COO の状況に。対して、霊媒師は、前日に CEO した藤沢一人。この日処刑されたのはダンカンだった。三日目、王野は夜に殺されていたが、藤沢はダンカンが人道だったと述べたことで、ダンカンに投票していなかったデイジーが疑われ、処刑される。 霊媒師の藤沢を失って迎えた4日目、最後の預言者メイソンは中田を人道と占ったと発言。すると中田はカリウド CEO、さらに小玉もカリウド CEO。これによりメイソンは本物の預言者で二人の人道が共にカリウドを語っているのではとの説が浮上する。処刑対象は中田、小玉、 メイソンの三択となったが、最多の票を得たのは中田だった。五日目、カルードを称する小玉が、護衛成功できずに生存している中、狂人と思われるメイソンを殺すことで議論はまとまる。場に、人道二人がいないと見たメイソンは遺言で、狂人しよう。そして六日目、護衛は成功せず、小玉、伊藤、香川の三人が生存していた。小玉と伊藤が票を入れ合うと、 迷った香川は伊藤に投票。生き延びた本物のカリどこドコは、人間の香川と翌日を迎えた。2016年1月30日、幕張メッセで、ニコニコ党会議2016内にて開催された。人狼ザライブプレイングシアターからの出演は、石間ドック、踊り娘ドリス、未亡人、キャシー。ゲームクリエイターからの出演は、大野サ森本し安在隆。 石井二郎。将棋騎士、女流騎士からの出演は、中大佐を、村中修士、香川愛生。また、ゲーム実況者からの出演は、牛沢、砂ザメ、内藤さん。司会進行は、ヨステニン、デビット、クスリア・アリスン。ナレーションは7 7、七条七。一日目、大野が、予言者 COO をすると、村中も渋々予言者 COO。 村中は大野を人間と知っていると話し、村中視点では大野が狂人確定する。二日目、ドリス、砂ザメ、キャシーが、順に霊媒師 CO。霊媒師三人のうち二人が人道となる村中の視点が怪しまれるが、この日は予言者に人道を見つけたか尋ねた後 CEO した、ドリスが最も疑われ処刑された。その夜大野が襲撃される。三日目、 霊媒師から処刑すべきという意見から砂メを処刑。4日目、キャッシーが砂メの霊媒結果を人間と見たことで、キャッシーと村中の視点が矛盾するが、最後の霊媒師キャッシーは処刑される。5人での5日目、依然として、潜伏の人道を見つけられない村中は、まだ占っていない森本に投票し、内藤さんも賛同。村中自身も2票を得る中、最後の投票者の方は、 村中を信じて森本に投票。これが人間勝利の最後の一手だった。2016年6月5日、レッド・ブルースタジオ東京ホールにて開催された。司会進行は人道ザライブプレイングシアターより下手屋テーラーが初出演。天の声は七条七音楽は坂本英嬢、GM は人道ルームより安倍光輝渡辺シニア。 1> 第1部がイ線 DQXTVVS 人狼、ザライブプレイングシアターと題された。ドラクエ勢として、堀祐二が5第一部に引き続き出演、斎藤洋介が4第一部以来の出演。ドラゴンクエスト X 初心者大使として、初見目あり、タヌキご飯の堀祐子、大戦勇士の3名が初出演。また、ファミ通ドット・コムからの資格として、 椿姫きひあやなが初出演。人狼ザライブプレイングシアターからは、修道女エスターが4位以来の出演。踊り娘ドリスは、当会議2016に引き続き出演。奏者ノエルは5に続いての出演。神父クリスは、初出演。また、イベント音楽担当の坂本栄城が4位以来の出演。そして主催の石井次郎、小玉健が出演。 初日の最後の投票者坂本は、バイオリニストを指揮してから、投票、決戦投票に。そこで、坂本は予言者 CO、初見が霊媒師 CO。処刑は、CO のない石井に。二日目、坂本から人間と判定を受けていたノエルが、予言者 CO、さらに退散が人道と予言結果を述べたことで、処刑者は、大戦となった。三日目、初見に加え、 前日に霊媒師 CO をしていたクリスも大戦を人道であったと宣言し、二人の霊媒結果が1。ノエルが本物、坂本が偽物との見方が勢いづく。坂本を狂人と見て、人々は霊媒師の片割れである初見を処刑。夜の死人なしで4日目を迎えると、ノエルは堀江を人道と占ったと宣言。さらに昨晩守られたのは、 ノエルであると、斎藤が、カリュード CEO。ホリーも議論終了間際に、クリスを守ったと、カリュード CEO するが、ホリーの処刑が決定。ドラクエ勢の人狼仲間たちに先立たれた最後の、人狼ホリーは、無理がありましたと遺言を残した。第1部、第2戦1日目、石井とノエルが、予言者 CEO。注目が集まったドリスが霊媒師 CEO。 小玉が、いかにもといった挙動で、霊媒師 CO をすると、3人目の霊媒師として、初見が CO。これにより小玉は CO を撤回、2から2の 4CO の状態に。霊媒師の信用勝負は初見が勝ち、処刑者はドリスに。2日目、初見は対抗のドリスが人道であったと、霊媒結果を宣言。石井が人道と占ったクリスが処刑されるが、3日目。 そのクリスは人間であると初見は霊媒結果を告げる。よって初見は石井と対立、ノエルの仲間に。この日はノエルが人道と占った斎藤が処刑される。4日目、初見は石井から人道と判定を受ける。無意味な予言をした石井は、狂人ではと人々は考え、処刑されたのは、どの予言者からも占われていない椿姫だった。5日目、ノエルはリーに。 人道判定。ノエルと小玉は、堀井が最後の人道であると、初見と共に戦いを落ち着かせる調子だった。しかし石井は、ひたすら、ひどく困惑した様子の初見に、自分たちが味方だと悟す。人々が見守る中、最後の投票者、初見の票は、ノエルへ。事態の意味を悟ったノエルと小玉は、失意の中、ピコピコハンマーで互いを叩き合った。本物の予言者、 ノエルの仲間を演じていた、初見の正体は、狂人だったのだ。第2部第1戦、第1部に引き続き、小玉健と石井二郎が出演。人狼ザライブプレイングシアターからは、5の第2部に引き続き、合詞職人レイジー、自由人、メイソン、団長団冠が出演。ゲームクリエイターからは、東海議2016に引き続き、安西隆、森本茂げ大野里氏が出演。 衝撃士女流騎士からも、東海議2016に引き続き、中大佐を村中修司、香川愛生が出演。そして、プロジャン氏から、大浜学、竹中誠が初出演。初日、村中と大浜が、予言者 c o 令和医師 c o は、大野に加え、襲撃を不正で迎えた二日目に、デイジーと小玉、よって、計三人に。また、 村中は、小玉を、大浜はデイジーを人間と判定したため、両予言者の視点から霊媒師の内訳に、ヒントが生じた。決戦投票に上がった二人の霊媒師は、大野と小玉だったが、小玉を人間と占った村中が挙手をミスしたために、小玉の処刑が決定してしまう。三日目は大野を処刑、四日目はデイジーを処刑、霊媒ローラーが遂げられる。両予言者が生き続け、 六人での五日目、竹中のことを村中は人狼と判定、大浜は人間と判定、勝負の分かれ目に。竹中は四票を受け取り処刑される。最後の日となる六日目、予言者同士の一騎打ち。村中は大浜を激しく攻め処刑に追い込んだ。勝利した本物の予言者だったが、二日目の決戦投票における自らの失敗に落胆し続けていた。第二部。 第2戦能力者を一斉に出す作戦が取られた初日、預言者 c o は、ダンカンと小玉の二人に対し、霊媒師 c o はデイジーが単独。夜の襲撃を防いで二日目を迎えると、護衛されたと推測されるデイジーは、投票時に、狂人 c o 本物の霊媒師は、隠れている、その人物を噛むようにと人狼たちに呼びかけるが、その願いは叶わず、 三日目の朝デイジーは殺されていた。しかし新たに霊媒師仕様が一人、小玉から人間判定を受けていた石井である。石井の処刑が無難な策とされたが、竹中を人間確定した小玉が信用され、処刑されたのは段ン,ンだった。四日目、石井による段ン,ンの霊媒結果は人間。よって小玉と対立。小玉は安罪を人道と占ったため、石井。 安在らと児玉らの陣営に二分される。問いただされた石井は、本物の預言者は噛まれたと述べ、人々から呆れられるが、議論終盤、霊媒結果を撤回。安在らを裏切っていきなり、児玉の仲間に。安在が処刑され、さらに五日目、児玉は村中を人道と占い村中も処刑される。全人狼を滅ぼし六日目を迎えると、正体を改めて聞かれた石井は、 本物の霊媒師だと答えた。潜み、嘘をつき、村を混乱に陥れたトリッキーな霊媒師が人道を追い詰めたのだった。2016年10月1日に開催。会場は5以来の新宿フェイス。司会進行は、アルテとイメット、天の声は、七条七スタッフは、音楽、坂本英女、音響、相川幸恵、音響操作吉村受信。 ゲームマスター、渡辺真也、安倍光輝、制作、五条、舞子、舞台監督、吉川久志。第一部第一戦主催の小玉健と、石次郎、ファミツードットコムからの四角の椿姫綾奈が、6に引き続き出演。人狼ザライブプレイングシアターからは、奏者のエルも、6に引き続き出演。ヒマジン・キンバリーは、5以来の出演。 4でイベント司会進行役だった葬儀屋ソウルは、プレイヤーとして初出演。剣豪武蔵も初出演。初出演は他、クイズ王の古川洋平、歌い手の打足、お笑い鳥オ二分の五。の森本秀樹、ハンゲーム、人狼パーティープロデューサーの伊海良平。また、実業家の堀江隆文が、4以来、人狼ゲーム牢獄の悪夢、開発者の鈴木の久が、 に以来の出演。1日目、預言者 COO と霊媒師 COO が2人ずつで、計4人。しかし、この日の処刑と襲撃でそのうち2人が死に、2日目と3日目の会議でも残り2人が殺されたことで、能力者を名乗る人物4人全員が最初の死者4人となる事態に、手がかりの少ない議論の注一貫して目立っていたのは、武蔵の存在だった。武蔵は、小玉を、 一日目の投票で、霊媒師を殺すきっかけを作ったからと、激しく疑うが、小玉も、また、自分が人道なら、霊媒師師をした人物への投票は、後日に回すはずだと攻め返す。8人で迎えた4日目、自説に固執し続ける武蔵は、人々からギネも抱かれ3票を得るが、武蔵のもう一人の大敵だったノエルが4票を得た、ためなんとか免れた。そして人での日目、 小玉は、ノエルが、最後に、武蔵に投票しなかった事実から、ノエルと武蔵が共に、人狼の可能性に触れるものの、武蔵を信頼し、武蔵に投票せず。やがて夜が明け、決着の朝、生存していたのは、沈み込む小玉と、刀を振り誇らしげな武蔵だった。演技を貫いた、剣豪人狼に、村は滅ぼされたのだった。第一部。 第二戦手始めに脱足を処刑して迎えた二日目、小玉と石井が予言者 CEO、一回と森本が霊媒師 CEO、一回の処刑が決定した。三日目になると小玉はソウルに人狼判定。安全策を取り、もう片方の霊媒師である森本を処刑するが、四日目、小玉はさらに椿姫に対して人狼判定。これにより小玉の視点からは全ての敵が、 明らかに。潜伏人狼を発見しない石井を尻目に、人々はこの日ソウルを処刑、そして五日目に、椿姫も処刑。人間陣営の勝利は、人狼ソウルの家で彩られ、狂人、石井の切腹で締めくくられた。第二部第一戦主催の小玉健と石井二郎が第一部に引き続き出演。人狼ザライブプレイングシアターからは、 自由人メイソンと歌手職人レイジーがくに引き続き出演。石マドックは当会議2016以来、大崎初音は古代一部以来の出演。配達人ハイラムは初出演。ゲームクリエイター人狼会からは安西隆大野里森本茂樹がくに引き続き出演。正義騎士、女流騎士からは中大佐を村中修司、香川愛生が 6に引き続き出演。1日目は村中を処刑。2日目になると香川は予言者 C をした2人の人物から異なる占い結果を告げられる。森本による判定は人間、大野による判定は人狼。しかし人々はとりあえず霊媒師から手をつけるべきと判断し、この日は前日に霊媒師 C をしていた中田を3日目には霊媒師を名乗る。 もう一人である王崎を処刑。そして四日目、森本は初めての人狼判定を小玉に対して宣言。これにより、森本、香川対王の小玉が表面化した。人々は生存する七人中三人が人狼陣営の最終局面と感じ取る。森本は危機感がなくヘラヘラとし、香川は干渉から涙を流す中、処刑者は小玉に決まり、 これで大野と小玉の陣営の敗北がほぼ決定的に。5人での5日目、大野の視点で残りの人狼は戦いが続いている以上必然的に森本と香川の二人。対して森本の視点では生存者を占い尽くしたため残りの人狼は大野ただ一人。人狼の数の問題から狂人カレーバエ氏が CO しないまま死んだ状況と 推理されたが、王野を処刑すべきとの総意はスムーズに形成された。平穏を取り戻した村で、人々は森本の誕生日を祝福した。人間勝利の要因の一つが、潜伏教人の安在が4日目、人間である香川への投票を避けたことにある、真実までは、誰もたどり着いていなかった。評価と、内情ゲームライターの田島広志夢は、五番目の、能力者使用をせず、 強人として潜伏した安西のプレーには二つの理由があった旨を取材を経て記述している。一つは将棋の対局を終えたばかりである香川には投票したくない意向であったこと、もう一つは MVP 獲得を狙っていたことである。特に後者については予言者育成学園の MVP 予想で1位となっていたことが土壇場で人狼を救って、 MVP を狙おうという意思を後押ししていたという。そして、安西は、香川の決戦投票の翌日に、状況次第で、王のをかばうつもりであったという。安西を信じて涙した香川と、香川を裏切ることも企んでいた安西について、田下はゲーム中のドラマと表現している。第2部、第2戦1日目、中田、安西、ハイラムの3人が、予言者 c o 森本が霊媒師 CO。中田は安静に対して人間の判定を出したため、中田の視点からハイラムが人道と決定、ハイラム処刑による手がかりの大きさに人々は気づく。しかし小玉は安静に対する霊媒結果が人道と出れば中田が嘘つきとわかり、かつハイラムが預言者として確定すると提案。安西は挙動も疑われたことで最多得票となり、 処刑が決まる。すると翌日、その例外結果は人狼。しかも新予言者と判明したハイラムは、大崎を人道と占っていた。2日連続で人道を処刑でき、最後の人道探しが始まる。3日目、偽予言者の中田を処刑。4日目、1日目に、ハイラムに投票した村中を処刑。そして5日目、同じく1日目に、 ハイラムに投票したデイジーを処刑。それでも勝負が決まらない中、6日目に、香川を処刑。人間10人対人狼1人という順調からの難航を過ぎ、ようやく平和な朝を迎えた。生き残ったマドック、メイソン、小玉、石井の4人は、次の舞台、アルティメット人狼8での検討を約束するのだった。2017年2月11日、幕張メッセにて、 ニコニコ党会議2017の1日目に開催された。主催の小玉県、石井二郎が出演。ゲームクリエイターからは、大野里氏森本茂樹が出演。人狼ザライブプレイングシアターからは、自由人、名ン奏者、ノエル、石間ドックが出演。衝撃士女流士からは、中大佐尾、村中修司、香川愛生が出演。ゲーム実況者からは、 セピア、小島店員、シグマが出演。MC は、七条七、マカタチ高行人道ザライブプレイングシアターより、下手屋テーラー、ゲームマスターは、人道ルームより、安倍光輝が担当した。ノエルと大野は、自らを、霊媒師と名乗り、それぞれ、一日目、二日目に処刑された。さらに、シグマとセピアは、自らを予言者と名乗り、 それぞれ3日目と4日目に処刑された。こうして5日目、能力者と名乗らない者5人が残り、内人狼が最大2人と思われる場面に。シグマを信じるならば、人狼はメイソンと村中の2人で確定。対してセピアを信じるならば、小玉と石井の内最大2人が人狼とするのが、濃厚という状況だった。最初の夜に襲撃されたマドックが、 本当の予言者なのではとの説も打ち消えず、小島店員にも疑念が向く。そんな中、小玉と石井は共に、名村、村中のペアへの信頼を理由として、処刑者を自分たちの二択とすることを一旦受け入れる。しかしこれは、小玉と石井の中に人道が含まれる場合、必ず人道が積む道だった。小玉は、この策が浮上した事実こそが、 自分たちが人道でない証明であると気づくものの、お早期に失していた。石井はすでに小玉へ票を投じてしまっていた。2017年5月8日に開催。会場は7に引き続き新宿フェイス。司会進行は高地慎吾、天の声は七条七スタッフは音楽が坂本栄城、ゲームマスターが渡辺真也、安倍光輝 昼の舞台一戦主催の小玉健と石井二郎が出演。ゲームクリエイターからは大野里氏、安西隆史が、また衝撃誌からは中田勲が、それぞれ7に引き続き出演し、クイズ王の古川洋平も7に引き続き出演。声優の藤田咲、麻雀スリアロチャンネルから平は、治郎とボスが、それぞれ初出演。 人狼ザライブプレイングシアターからは、自由人、メイソン、配達人ハイラムが7に引き続き出演し、未亡人キャシーは4位以来、団長団勘は6位以来の出演となった。初日はボスを処刑。2日目にただ一人預言者として名乗り出たメイソンは、人狼を見つけたと宣言。その相手は、1日目にグループ分けの作戦を提案した平だった。 霊媒師と名乗り出た、石井、大野を含め、誰もが平らの処刑に賛同する。しかし3日目になると、平らは人間であったと大野が、霊媒結果を宣言。それでも依然として、メイソンを信頼する、村人たちに、大野の説得は通じず、この日会議で殺されたのはキャシー。4日目、潜んでいた人道の小玉、古川。 そして霊媒石語りの狂人石井が正体を表し、村は滅ぼされた。本物の預言者は1日目に襲撃されていたのだ。昼の部、第2戦1日目、能力者をすべて名乗り出させる策が取られ、ボスが霊媒師ししよう藤田が霊媒師ししよう安在が預言者 C.O. そしてハイラムが預言者 C.O. 能力者の処刑は翌日に持ち越され、2日目、 霊媒師の心願を見極めるための議論に。この日信頼されたのは、初日に、ハイラムから人間と告げられていたボスではなく、予言結果を受けていない、藤田の方だった。その藤田は3日目、処刑されたボスが人道であったと、霊媒結果を宣言。藤田の視点ではハイラムが偽予言者に。ハイラムの陣営が危機的状況となる中、その勢いで村人たちは、 安在が人道と占った名村を処刑。四日目にはついにハイラムが処刑され、村はすべての人狼を絶やしたのだった。語りに出ていた二人の偽物はどちらも、人狼で初日に処刑された石井が、語らずに死んだ狂人だった。夜のブーダイン一戦主催の小玉健と石井二郎が出演。ゲームクリエイターからは、森本茂げが七に引き続き出演、斉藤洋介が、 6以来の出演。衝撃誌、女流棋士からは、村中修士が7に引き続き出演し、山口恵里子が初出演となった。プロジャン氏からは、大浜岳が6以来の出演。また、初見メアリが6以来の出演。ファミツー・ドット・コムからの資格として、椿姫・や菜が7に引き続き出演。人狼・ザ・ライブ・プレイング・シアターからは、医師、マドック、奏者、 ノエル、歌詞職人デイジーがそれぞれ7に引き続き出演し、キコリイーゴリが初出演となった。1日目、予言者 CO をした大浜が小玉に対して人間の判定。また、山口は霊媒師 CO。続けて、ノエル、小玉も予言者 CO。最後にイーゴリが霊媒師 CO で能力者を名乗る者が5人現れた。この日の処刑は、 遅れて正体を明かしたイーゴリに。2日目、そのイーゴリは狂人であると、山口は霊媒結果を宣言し、山口と大浜が本物同士である、可能性が消滅。一方、小玉はマドックを、大浜はデイジーを、最後の人道であると、予言結果を宣言。この日、投票対象を大浜とデイジーの二択に絞る、方針が決まりかけるが、 結果的に処刑されたのは山口が最終票を投じた小玉だった。明けて3日目、小玉に対する山口の霊媒結果は人狼これで山口とノイルのつながりが明らかになった。この日はデイジーの強い働きかけで処刑は大浜に決定。すると4日目、襲撃されていたのはノイルだった。これにより大浜が破綻。村人たちは ノエルが新予言者の線を検証するが、斎藤によるカリュード使用を受けて、ノエルを強人と押し量り、かつ、小玉と大浜とが人道同士の場合もないと結論づける。その流れで、この日の処刑は、ノエルの仲間だった山口に、5日目、亡き小玉が本物の予言者であったと、村は総意を形成し、マドックを処刑。推理の積み重ねで、村に平和がもたらされた。 夜の部、第2戦1日目に、村中が、予言者 CEO、そして大浜、森本が霊媒師 CEO。最多得票で、小玉が死ぬと、続く2日目、その霊媒結果について、大浜は、人間、森本は、人道と宣言。一方、デイジーは新たに予言者 CEO、また、村中は椿姫に対して、人道の判定。投票対象が定まらない中、 人狼と占われた椿姫が、下流度 CEO を決する。すると、対抗で山口も下流度 CEO。これにより、能力者を名乗る人物が6人生きているという事態に。この状況が、最後の人狼までもが語って現れ出たとする森本の視点への疑念を生み、森本の処刑が決まる。3日目、大浜を心霊媒師と置いた村人たちは、投票対象を、 カルードの二択にすべきと考え、椿姫を処刑。明けた4日目、大浜は、椿姫の霊媒結果を人狼と告げ、村中への信頼を口にする。一方、潜伏の人狼を占いで発見できないデイジーは、消去法からイーゴリが最後の人狼と判断。村中にも占われていない、イーゴリの処刑が決まりかけるが、村人たちは、村中、大浜。 山口がそれぞれ偽予言者、偽霊媒師、偽カリウドという場合の危機に気づく。前日に続きカリウドと名乗る者への投票を行い、山口を処刑。そして5日目、イーゴリを人間と占ったデイジーの目からは、語っていない人狼がすでに存在しないと判明し、ゆえに森本こそが本物の霊媒師であったことを知る。それぞれの関係がはっきりしていく中、 投票は預言者の二択となり、石井の一票で村中の処刑が決まる。戦いは終わることなく、デイジーが襲われ6日目に突入するものの、石井はイーゴリと共に大幅に投票。混乱の中で真実にたどり着いた人間陣営が勝利を手にしたのだった。2018年3月25日に新宿フェイスで開催された。司会進行は、 橋本健、天の声は、七条七、告知宣伝タイム MC は、金久保真由がそれぞれ担当。他、音響は、相川幸恵、音楽は、坂本栄城、制作は、オラクルナイズ、舞台監督は、吉川久志、ゲームマスターは、渡辺真也と、安倍光輝。昼の舞台一戦主催の小玉健、ゲームプロデューサーの斉藤洋介、クイズ王の古川洋平。 人道、ザ・ライブ・プレイング・シアターの自由人、メイソン、団長、団刊、奏者、ノエル、歌手職人レイジーが、8に引き続き出演。人道ルームの安倍光喜、人道エンターテイナーのスナパイ、ゲーム実況者のテラゾウ、プロジャンシの荒井博文と、松田や、ベイビーウルフの歩みがそれぞれ初出演となった。初日の投票時間に入ると、2票を得た斉藤が、 予言者であることを明かす。しかし、松田が対抗の予言者として名乗りを上げつつ、斎藤に投票すると、さらに最終票を持ったデイジーも自らを予言者と宣言。デイジーが斎藤に4票目を投じたことで、斎藤の処刑が決まる。二日目、その斎藤の霊媒結果は人間。斎藤は最初から知っている人間をデイジーと告げていたことから、人道であるデイジーが、 三秒を得ていた仲間の人狼である古川を救うために、狂人である斎藤を殺さざるを得なかったとの見方が、メイソンらの推理で勢いづく。この日にデイジーを処刑すると、三日目は古川を処刑。そして四日目、初日に二票を得ていた段ン,ンを処刑。村人を処刑することなく、人間陣営が勝利した。昼の部、第二戦初日。 仮面を取り素顔を晒した寺蔵が霊媒師を宣言。また、段官、小玉、斎藤が預言者として名乗りを上げ、この日は段官の処刑が決まる。二日目、寺蔵による段官の霊媒結果は人狼。また、斎藤に人狼と占われた歩みは霊媒師であると対抗するものの、村人たちは疑いを強め、歩みの処刑を決定。そして五日目、 テラゾの仮面を着用したメイソンに、テラゾ自身が、表情が読めないと決定表を投じると、最後の人狼は正体を明かし死んでいった。夜の武ダイ一戦主催の小玉健と石井二郎が出演。ゲームクリエイターの大野里氏、森本茂木、安西隆氏、将棋騎士の村中修司、女流騎士の山口恵里子、モデルの初見目あり、プロ雀士の大浜だけが、 八に引き続き出演。人狼、ザ・ライブ・プレイング・シアター及び、舞台、竜よ、狼と踊れ、ドラゴン、ダンス・ウィズ・ウールフズから、山並圭介役の松崎文也、長倉新八役の沢田拓郎が、それぞれ、八に引き続き出演。近藤勇役の加藤康久が、ご以来の出演。東道平介役の川宮美慎が初出演となった。一日目。 大野を人間と知っていると東道が予言者 CEO。すると、その大野が予言者 CEO し、長倉を人間だと宣言。さらにその長倉が予言者 CEO した。この日最も怪しまれ処刑されたのは大野。続く二日目、東道が山口を人間だと宣言する一方、長倉が大浜に人道判定を出した。また山並が霊媒師 CEO し、 大野の霊媒結果を人間と宣言。この日の投票は、長倉と大浜の二択となったが、長倉は、山並ら新選組仲間を含め多くの疑いを、向けられ処刑された。すると三日目、産卵による長倉の霊媒結果は人間。これによりそれまで信頼していた東道を人狼だと、確信。最初に襲撃された小玉が、真の霊媒師なのではないかという声もあったが、村は、 三男の意見に同調し、東道が処刑、預言者ローラーが冠水された。そして四日目、山並みが襲撃されたことで、東道が人狼かつ山並みが真の霊媒師で、残りの人狼は二人という状況に。長倉が真預言者であるとの意見が多数派であったことで、この日は大浜が処刑された。五日目には、大浜を人間だと信じ、 王の新予言者であると考えていた近藤が処刑され、初見、安政森本の三人で六日目を迎えた。初見は森本を人間だと思っていたものの安在が、自らをかばったことから判断に迷い、一方森本もろく対四で初見の方をやや強く、疑っていたがどちらが人狼か決めかねていた。しかし最終的には、安在と森本が互いに票を入れ合い、 その後、初見が迷った末に、森本を信じ、安在に投票。これが、人間勝利の決め手となった。夜の部、第2戦1日目に大浜と長倉が、予言者 CEO、近藤と初見が霊媒師 CEO。この日は近藤が処刑された。すると2日目、予言者 CEO の片割れである長倉が襲撃され、もう一人の予言者大浜は石井を人道判定。大浜は、 村の信頼を全く得られないまま処刑された。続く3日目、近藤を、人道を、大浜を人間と、霊媒結果を告げていた初見に、村の疑念が向けられ処刑。4日目、長倉と近藤がそれぞれ麻薬職で、大浜が人道かつ初見が狂人であり、残りの人道は2人であると、おおよその総意が村で形成された。霊媒師と予言者を失った村は投票行動から、 残る人狼を推理し、主に疑いを向けられた山口、王野、森本が決戦投票に上がり、結果森本が処刑。そして5日目、大浜が人狼仲間の石井に黒出しした可能性を王野が考慮し始め、小玉も自らが襲撃されていないことから、それまで信頼していた石井、そして石井を信頼する闘土を疑い始めたが、 この日の投票は東道が2票を得たのに対し、山口が人道票を2票を含む3票を得たことで、処刑が決まった。決着がつき、舞台の上には、人道の東道と石井に囲まれながら、悔しさをかみしめる大野の姿があった。預言者として、全く信頼を得られないまま処刑されていった大浜が、人道仲間の石井に黒出しした行動が、人道陣営勝利の契機となった。 2018年4月29日、マクハルメッセにて、ニコニコ長会議2018の2日目に開催。主催の石井二郎と人狼伝道士のマカタチ・タカユキが出演。ゲームクリエイターからは、安西隆と森本茂樹が、ゲーム実況者からは、小島店員、テラゾーマックス村井が、衝撃師からは、中田勲と、 村中修士が人狼ザライブプレイングシアターからは、医師、マドック、配達人ハイラム、踊り娘ドリス、修道女エスターが出演した。1日目に、マカタチと安イが予言者 CEO。この日は、マックスムライと小島店員が決戦投票の候補に上がるが、弁明の場でマックスムライが予言者 CEO。さらに、小島店員は役職を持っていると明かした。 決戦投票の結果、マックス村井の処刑が決定。続く二日目、マカたちは寺、テラゾ安西は、村中央人道判定。一方、小島店員は、自身の役職を、霊媒師だと明かし、マックス村井の霊媒結果を人間と宣言。対抗の霊媒師 CO が出なかったことから、小島店員は、信頼を得る。弁明での振る舞いから、新予言者は、 マックス村井だったのではという考えに傾いたことで、この日の投票は人道判定された二人ではなく、予言者 CEO の二人に集中、結果安罪が処刑された。襲撃を不正で迎えた三日目、小島店員が安罪を人間と宣言する一方、マカたちがエスターに人道判定を出したことでマカたちが破綻、票が集中し、処刑が決まる。四日目、周囲や、 本人の予想通り、小島店員が襲撃し、預言者、霊媒師が生存しておらず、手がかりが少ない中残りの人狼二人を探す作業が困難を極める。この日の議論では熱弁を振るう村中が目立ち、これがきっかけで、石井の処刑へと繋がる。石井は村中との決戦投票を望んでいたがその願いは、叶わず、遺言で自身がカリドであることを明かし死んでいった。 そして5日目、前日の石井の振る舞いなどから、村は石井が本物のカリドであると考え、役職も違いない状況で6人中最大2人が人道であるという危険な状況に。この日は中田と森本が決戦投票に上がり、結果森本が処刑された。すると翌日人道勝利の BGM が流れ、強人のマックス村井が新予言者とみなされたことで人道の村中が処刑を。 免れたという真実をマドックが告げた。4日目に熱弁を古い村の信頼を得た村中、終始投票対象に上がることなく生存した、マドックも含め、人狼陣営が、それぞれ好プレーを見せたことで勝利を手にした。2019年4月27日、幕張メッセにて、ニコニコ超会議2019の初日に2回先生として開催。 人狼伝道士のマカタチ・タカユキが MC として、人狼をザ・ライブ・プレイング・シアターの寺島エリカも特別 MC として出演。主催の小玉健と石井二郎が出演。ゲームクリエイターからは、森本茂樹と大野里氏が、ゲーム実況者からは寺蔵が、格闘ゲーマーからは、大根きが、衝撃士からは、中田勲と村中修氏が、タレントからは、金久保真由が、 人狼ザライブプレイングシアターからは、医師、マドック、奏者ノエル、踊り娘ドリス、ヒマジン・キンバリーが出演した。第一戦初日、最終票を持つことを望んだ石井が怪しまれ、その石井と大抜きが霊媒師 CO。続く二日目、ただ一人予言者として名乗り出たノエルが村中を、人狼判定。 ノエルを信じられないという声もあったためこの日は霊媒 CEO のうち怪しい方である石井を翌日に大抜きを処刑し霊媒ローラーが完遂された。4日目、未だノエルを疑う意見もある中、この日はノエルと村中の二択となり、結果村中が処刑。すると5日目、カルードがノエルに対する護衛を成功させ、ノエルに占われていなかった森本がカルード c o ノエルの信用度がにわかに上がったとともに、生存者6人の内グレーが小玉とキンバリーのみとなった。この日は人間の小玉を処刑してしまうものの、翌日に最後の人道であるキンバリーを処刑できた。狂人の金久保が CO をすることなく、初日に襲撃死していたため能力者の心眼の判断が混乱したものの、5日目の新予言者ノエルに、 対する護衛成功を機に村に平和がもたらされる形となった。第二戦初日、金久保と村中が預言者 c o マドックと大野が霊媒師 c o 初日と2日目に霊媒師ローラーが実行される一方、預言者に関しては金久保をまとめる意見の方が大きかった。3日目はグレーに票が入る流れとなり、ノエルを抜き、 森本の決戦投票となった結果のエルが処刑される。4日目、両方の予言者から人間判定されていたテラがカリドに護衛され、金久保は森本を、村中は大抜きを人狼判定。依然として金久保の方が信頼度が高く、この日の処刑は森本に。続く5日目、予言結果から中田と小玉の人間が確定するが、ここで中田が 標準 CEO をした後撤回しカリュード CEO、さらに小玉とドリスがカリュード CEO。この混乱の中で村中と大抜が決戦投票の候補に上がり、最終的に処刑は村中に。カリュードが2度目の護衛を成功させた6日目、中田と小玉がカリュード CEO を撤回するが、新たに大抜がカリュード CEO をし、ドリスと共に中田を守ったと主張。 この日の投票はカルードの2択となる。ドリスと大抜きの両者が2票ずつ得て、最後の票を握ったのは中田。中田は大抜きがずっと疑われている位置であり、予言者 COO の村中から人道判定まで出されているのに、カルード COO が遅いと怪しみつつ、その大抜きではなく、ドリスに決定票を投じた。中田の正体は潜伏狂人で、 人狼二人が語りに出たことを知り息を潜め、カルードの心眼を見定めて、マッカリ人のドリスにとどめを刺したことが、人狼勝利の最後の一手となった。2019年5月25日と5月26日に、ヒューリックホール東京で開催されることが2018年9月22日、アルティメット人狼公式ツイッターで発表された。また、2019年3月13日の、 アルティメット人道チャンネルの小玉の部屋で全3部の出演者が発表された。5月25日第一部主催の小玉健と石井二郎が出演。人道、ザライブプレイングシアターの石間ドックと格闘ゲーマーの大抜きが超会議2019に引き続き出演。人道、ザライブプレイングシアターの自由人ソンと女流軌戸の山口恵里子が旧以来、声優の藤田さきが、 8位以来、人道、ザライブプレイングシアターの神父クリスが、6位以来の出演。声優の神尾真一郎、爆捨て外勘が1丁目の7回とロロ、ベイビーウルフの河村舞と橋本彩香、全国アルティメット人道選手権代表の GD が、それぞれ初出演となった。第1戦初日、GD と怪しまれたクリスが、予言者 CEO。この日は、決戦投票に七回、 神尾、大抜きの三人が上がり、処刑は大抜きに。二日目には、神尾とマドックが霊媒師使用し、二日目と三日目は霊媒師ローラーとなる。すると四日目、襲撃死したのは、前日に、橋本に人狼判定を出していた予言者使用の片割れである、GD であった。一方で当初から怪しまれていた、もう一人の予言者クリスは、予言結果により、 確定人間を二人も作ったことや予言対抗の GD が人道判定した橋本に票を投じて処刑に追いやったことからクリスが真の予言者で GD は誤って人道の橋本に人道判定を出してしまった狂人であるという可能性が上がった5日目クリスは山口を人道判定この日は疑念が晴れ切らなかったクリスが処刑され7回山口 川村という女性三人での最終日を迎えた。どちらの予言者にも占われていない七回にも人道の可能性があった一方、クリスと山口が人道同士である可能性にも触れられるなど推理が混乱したが、最終的には七回が熱弁を振るい自らの潔白を主張したことで最後の人道である山口の処刑を成し遂げた。第二戦初日に山口、七回、 橋本が予言者 CEO。最も信用されたのは7回で、初日処刑は山口となる。2日目、クリスが霊媒師 c 用 o し、山口を人間と宣言。それぞれが予言者に関する推理を述べ、投票対象が予言の二択になった結果僅差で、橋本が処刑された。すると3日目に7回が襲撃し、クリスは橋本の霊結果を人狼と告げた。 このことから2日目に、橋本に投票しなかった人物が主に疑われ、マドック、河村、藤田、石井の4人が決戦投票に上がり、結果処刑は河村となる。4日目、7人生存の状況で、マドックがカリュード c o 神尾と GD が新予言者の可能性が高い7回に人間判定を出されており、 早くから橋本を疑っていたメイソンが人間とみなされたことから、大抜き、藤田、石井を処刑すれば人間勝利できる可能性が高まった。4日目の処刑は藤田、5日目の処刑は大抜きと石井が決戦投票に上がった末に石井となる。そして6日目、大抜きは山口が新予言者であり、神尾が人狼であるという可能性を覆うものの、最後の票を握ったメイソンは、 初日に作戦を提案した最後の人狼大抜きに決定票。二日目に予言語りの人狼である橋本に人狼仲間の大抜き石井がいずれも投票していたことで勝負が最終日までもつれ込んだがメイソンや神オラが正しい推理をしたことで土壇場で人間勝利となった。5月26日第二部主催で人狼伝道士のマカタチ・タカユキが出演。 タレントの金久保前と、人狼ザライブプレイングシアターの踊り娘トリスが、超会議2019に引き続き出演。同じく配達人、ハイラム、ゲームプロデューサーの斉藤洋介、プロスズメ土の大浜岳が、9位以来、同じく、竹中誠が、8位以来、人狼ザライブプレイングシアターの局長サミート、ゴールデンボンバーの歌広場敦氏が、5位以来の出演。 声優の安本博プロジャン氏の随、原明奈、全国アルティメット人道選手権代表の藤が、それぞれ初出演となった。第一戦初日、金久保と安倍が予言者 CEO し、マカたちが投票中に霊媒師 CEO した。この日は、ハイラムと随元が決戦投票の候補に上がり、随元の処刑が決まる。襲撃を防いだ二日目、新たに藤が霊媒師 CEO。 この日及び翌日は、霊媒師ローラーが実行された。すると4日目、カルードが2度目の護衛を成功させる。この日は2人の予言者が、いずれも歌広場を占い、その結果を、金久保は人間、安倍は人道と宣言。すると、歌広場はカリードを使用し、サミーがこれに対抗する形で、カリードを使用したことで、金久保、歌広場、対、安倍。 サミーの構図となった。この日の投票対象はカルードの二択となるが、護衛対象であった斉藤がサミー視点で自らを護衛するのはおかしいと指摘したこともあり、サミーの処刑が決まる。五日目、安倍は歌広場の処刑を主張するものの、安倍を序盤から一貫して疑い続けてきた暗言によりとどめを刺された。五人で迎えた六日目、金久保は、 最後の人道である大浜を見つけることに成功。金久保が偽予言者ならば5人のうち、金久保と歌広場が人狼であるという状況であったが、二人を信頼した村は、大浜を処刑。護衛を二度成功させたカリドの歌広場と、終始予言語りの人狼である安倍を疑い処刑に、追いやった暗言が村に平和をもたらした。第二戦初日、能力者を出す流れになり、 マカタチとカナクボが予言者 CEO、ハイラムと竹中が霊媒師 CEO。すると、この能力者に関する作戦の実行中に、歌広場が新たに予言者 CEO し、その際の振る舞いから、歌広場は信頼を得た。初日は霊媒師の片割れである竹中が処刑されたが、直後もう一人の霊媒師であるハイラムが襲撃し、 二日目は予言者の中で最も信頼を得られなかった金久保が処刑されたが、三日目は、たちが予言者としての信用を徐々に勝ち取っていったことにより歌広場が処刑される。続く四日目は、たちに手をかける前に一度だけ怪しい非能力者を処刑できるという相違となり、結果金久保と歌広場が人間判定をしていた案件が処刑される。五人でた五日目。 マカタチは斎藤を人道判定。ここで大浜は、下ード使用により潔白を証明し、ドリスが糸への信頼を口にしたことで、投票対象はマカタチと斎藤の二択となる。ドリスに最終票を託された糸は斎藤にとどめを刺し、直後に告げられたのは人道勝利のアナウンス。その瞬間、マカタチと糸は抱き合って、勝利を喜んだ。ドリスが信じたいとの正体は、 金久保と、真かたちに、人間判定を出され、終始村の疑い位置から、巧みに外れ続けていた、潜伏人狼だったのである。5月26日第三部主催の小玉健と、石井二郎が出演。人狼、ザ・ライブ・プレイング・シアターの石間ドックが第一部、同じく奏者ノエルと、歌詞職人デイジー、ゲームクリエイターの森本茂木、衝撃師の中大佐夫と、村中修氏が、 小会議2019に引き続き出演。ゲームクリエイターの安西隆クイズ王の古川洋平、人狼、ザ・ライブプレイングシアターの団長、ダンカン、モデルの初見メアリが、旧以来の出演となった。第一戦二日目に予言者 CO をしたデイジーは、ノエルが対抗として予言者 CO をすると予想した。ノエルは、自身が、予言者ではなく霊媒師だと明かしたが、デイジーは、 ノエルの予言結果を人道と見ており、そのため、ノエルの予言者 CEO を予想したのであった。この後マドックが予言者 CEO、ダンカンが霊媒師使用し、人道ザライブプレイングシアター勢4人が役職者として名乗り出る展開となる。デイジーがノエルに人道判定を出していたことから、デイジーダンカン対マドックノエルのラインが濃厚になるが、デイジーの動きから子玉以外のほぼ全員が彼女を、 信用する状況となり、ノエルの処刑が決まる。3日目、両予言者が石井を占い、デイジーは人狼を、マドックは人間と宣言。この日の投票対象は、ダンカンと石井の二択となるが、安全策を取り、ダンカンが処刑された。続く4日目、マドックが安罪を人狼判定する一方、デイジーは対抗のマドックを人狼判定し、デイジー視点では3人の人狼がすべて、 明らかとなる。すると小玉が霊媒師使用し、ノエルが人間かつ弾官が人道であったと告げ、小玉視点ではデイジーが偽予言者となる。デイジー視点では小玉が狂人であることが明らかになるが、小玉は早めに霊媒師 c を o すると処刑される恐れがあったため COO しないまま弾官を処刑するよう誘導したと反論。投票対象は安西と石井の二択になり、 二人が三秒ずつ得るが、最終票を持った大野は、小玉の動きが強靭に見えないという理由で、安静に決定票を投じ、客席からは驚きの声が上がった。そして五人で迎えた五日目、人狼マドック石井と強靭小玉によるパワープレイが発動。マドックは二日目に、デイジーとダンカンが圧倒的に信用されていた状況を、足がすくんでいたと回想し、 人狼のみを占いすべての人狼を見つけながら、処刑者となった、新予言者デイジーを、あなたはほとんど勝っていたと、称賛、ところ軽視したノエルに向けて、なぜか勝ったと叫び、奇妙な勝利を喜んだ。語りの人狼が、圧倒的に信用されていないという不利な状況から、狂人小玉の霊媒師 CEO が、王野のミスを誘い、逆転で、人狼陣営が勝利をつかむ形となった。 第二戦初日、中田と森本が決戦投票に上がったが、森本が予言者 CO をしたことで処刑者は中田となる。二日目、霊媒師と名乗り出る者が現れない中、森本が最初から人間と知っていたデイジーが予言者 CO。グレーを投票対象とする流れとなり、それぞれが推理を述べ、ノエル、古川、村中の三人が決戦投票に上がる。 最初の投票で、古川が、決戦投票の候補から外れ、二度目の投票で、村中の処刑が決まる。三日目、デイジーは前日のエルへの投票を誘導しておきながら、決戦投票では、村中に投票した古川を占い人間判定した。一方、森本は、決戦投票に上がりながら、処刑を免れたノエルに、人道判定。ノエルは森本が、 新予言者である時の人狼位置を視点整理し、投票履歴などから、自らの人狼仲間が不可解な位置になることを主張して、潔白を証明しようとする。加えて予言者の信頼度は、デイジーの方が、やや高いという状況であったが、森本が強人で人狼のノエルに、人狼判定を出した、中田、または村中が人狼であったなどの様々な可能性が、探られていく。 この日の投票では、ノエルと森本が4票ずつ得た後、最終票を持った古川がノエルに決定票を投じた。4日目、予言者の片割れであるデイジーが襲撃し、村の疑念は森本に集まる。また発言や投票行動から、古川が怪しまれたが、古川は霊媒師死,死をし、これまでの処刑者の中でノエルのみが人狼であると宣言した。これを機に、 村の議論は混乱し、そこでマドックが自身及び小玉、森本が人狼を古川が狂人であると告げた。直ちにパワープレイ発動という状況にこそならなかったが、投票で古川が大野に最初の票を投じたことを機に大野に票が集中し、処刑が決まった。アルティメット人狼中最後のゲーム、そして石井二郎にとっての最後のゲームは、 人狼陣営が全員生存してのパワープレイという形で締めくくられた。ありがとうございます。